どうも、しおれです。モンスターハンター4、前回の続きからやっていきたいと思います。ちなみに、このどうも、んじゃひかるですって言ってるんですけど、これどうも、こんにちはって言ってるんで、なんかこれを違うように聞こえる人がいっぱいいるみたいなんで、なんとなくこのタイミングで言っておこうかなと思います。どうも、こんにちは、ひかるですと、ちょっと早く言ってるだけなんで、どうも、んじゃひかるです。こんな感じです。僕の中ではこんにちはって言ってるつもりなんですけど、ちょっと早口なんで、聞き取りにくいかもしれないです。まあ、そんな感じです。じゃあ始めようかな。さて。あ、そうそう。次のとこ行けるんやん、もう確か。とりあえず会話進めようかな、じゃあ。よっしゃ !OK! 違う。村長念押していくが、海なんて何が起こるかわからねえ。ほう。あ、なるほど。敵が襲ってくるってことやな、これ要は。戦いになりそうやな。ん?こいつ何?武器や。ほうほう。どうか妹を。あー、総中国ほんまねえな。まあ、大したことねえな、こいつは。よっしゃ。まあ、なんか武器はね、揃えた方がいいみたいなんで、ちょっと武器統一しようかなと思ってるんですよね、今後は。まあ、今全然武器バラバラなんで、ちょっとこれを統一したいから、あー、回復薬ないわ、これ。ちょっと取り入っとこう。取り行くべし。統一するか、ちょっとじゃあ。だ同じやつを借りまくった方がいいな、だから。うん。同じやつを借りまくって、お、一個しかねえやん。マジか。一個しかないじゃないか。きついな。これまずいね。あ、薬草は?薬草はと。薬草もない感じか。うん。これダメじゃないか。薬草買うか、じゃあ。ピッケル。ほう。オッケー。うん。行こう。まあ、次行こうかな。じゃあもうどんどん進んでいこう。で、どんどん強い武器っていう感じで行きたいなと思います。まあ、雑貨屋のおっさんに、おっさんナイス。おっさんありがとう。おっさんどうも。ピッケル。ほい。まあ、これちょっと買っとくか、一応。まあ、一応5個くらい買っとこう。で、解毒草。あ、解毒薬ちょっと作っときたいな。あ、ここちゃうわ。買って送るね。お ?99 個?あ、めっちゃ安いやん。送っとこ。よし。ほい。で、まあまあ、あとはまあいらんかな。そんな感じですかね。お、今半額やん。お、ラッキー。半額の時に買った方がいいな、これ確か。今これ絶対半額。え、ちゃうかこれ半額じゃない?え、でも半額よな、これ多分。なんか安なっとるしな。あ、半額の品もあるし、半額じゃない品もあるんか。まあ、そらそうやわな。まあ、これ買っとこうかな、じゃあ今のうちに。ピッケル。ピッケル買い占めとくか。いらんな、ピッケルいらんな。爆弾よな、多分これ。ん?あ、あかん。よし、これとりあえずいるやろ、多分。たけえ!まあ、持っとこう。これもとりあえず20個ぐらい。よし。で、あ、これ自分で作った方が早いんかな。あ、でも買われへんわ、こんないっぱい。次じゃあトラップツール。これも10個くらい買っとくか。まあ、こんなん いずれ使える多分。これもな、もういつか使うんちゃう?これは?いらんわ。まあ、こんなとこかな。あ、この辺も買っとくか、ちょっとじゃあ。あ、高いけど、まあ、持っといて損ないかな?あ、あかんわ。金使いすぎちょっとあかんな。まあ、ちょっとじゃあこれぐらいにしとこう。オッケー。オッケー。まあ、半額の時にとりあえずいっぱい買っときゃ、ま、問題ないやろうから。とりあえず買い占めとくと。うん。まあ、解毒草いらんな。薬草買っとくかもっと。オッケー。これでやろう。よし。よーし。じゃあ次は行くかも。行きましょう。大丈夫だ。行こう。もちろん。よーし。行くか。討伐しに行くか。まあ、とりあえずアイテムが半額の時に、まあ、アイテム買い込んどけば、まあ、いずれ役立つかなと思います。まあ、当分まだ武器作る予定もないし、まあ、武器言うほど高くないんでね。まあ、金はどんどん使っていこうかなっていう感じですね。おー、でかい船やんか。でっけ飛べてる時やん。いいね。キャラバン揃ってきたな。まあ、これ村行くと一人拾っていくんやろな、多分。次の村でも誰かおるんやろな、多分。お?来たよ、これ。絶対敵出てくるもんな。
海の主が出てきそうやもんな、なんかもう。来そうな、おお、来た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 。なんか来たぞ。これ水場での戦いとかあるんやな。てれてって、なんかドラゴン？おい、結構かっこいいドラゴンやぞ、しかも。うわ、これ絶対強いやん、こいつ。強そうな感じ出ても取るやん、もう。あ、これとの戦闘ってことか、これ。大砲で撃退するんかな？ぽいな。拠点を移動しています。ん？どうなるんや？どうなるのかと。おー！え？これ戦う感じ？これもしかしてこのまま。あ、そうよ、そういうこと？え？なんだこいつは？聞いてくれ、我らの判断。なんだこの場切り抜けよう。ほう。バリスタや？激流層の兵器がある。うまく使ってくれ。ほうほう。バリスタのは？ほう。とても強力な兵器だ。ほう。モンスターが船前方に？お前さん3回倒れたら？何？え？え？え？何？おお！あかんかん。なんかよくわからんけど。自分で飛び込んでもた。お、なんかあるぞ。お、ほう。うわ、マジか。こんな戦闘なんや、本格的な。あ、これなんか症状。やばいぞ、なんか変な症状。これか。あ、これや。治れ！治らん！治らんぞ。とりあえず飯食おう。よし。飯！これなんなんやろ、これ。治れ！治れへんな。どうもまずいな。ん？まあ、いいか、行くか。くそー。おーおーおいおいおい。絶対こいつ戦って負けるから。そのあれがどこにあるん？やばい。どこにあるやろ、そのあれが。大砲の弾とかどこにあるんよ。あ、これ？大砲の弾どこにあんねん。あ、こっちか。あ、こっちか。あ、これか。ん？あ、なるほどね。あ、そういうこと。意味ね。おーって、マジか！ほう。ウイルスの症状を克服できずに広がってしまってまい？自然回復力が全くもっとなくなってしまう上に、このウイルスを含んだ攻撃を受けたとき、ダメージ量が増えてしまう。おー、マジで。これ一回死んだ方がいいかもな。あ、じゃあどこおるんやろ。まあ、ロックオンしてさ。あ、これいけるやん。あ、行かれへん。おーいや、まあ、こっからや。ええわ。まあ、とりあえず、よくわからんから、もう、攻撃倒そう。大砲の弾はどこにあるかわからんから、これちょっとあれやな。結構、やばそうな感じで撮るな。まあ、いけるか。まあ、いけるであろう。どこ行った？あいつ。おっと。あ、これ押されへんねや。うわ、これ一回しか押されへんっていう、超ビッグ、あれやったんや。超ビッグのあれやったんやな。マジかよ。で、どこに弾があるんよ、これ。弾はどこにあるんや。弾をどっか確認せなあかんねん。船長室で買ったな、なんか。弾がないんやな。にしても。こっち側か、弾はじゃあ。あ、絶対こっちやな、弾。あ、ん？あ、これか！なるほど。こんにゃろ。うおぉ！いや、この子らで絶対撃たれへんやん。戦うしかねえ、ここはもう。
あー、これ強いわ、これ。こいつめっちゃ強いわ。うおー。マジか。マジか、マジか、マジか。泳ぐ、泳ぐ、泳ぐ。必死に泳ぎます。これやばいな。これちょっときついぞ。おお、曲しようかなった。絶対この激痛槍かなんかいうのやらなあかんわ、絶対これ。ま、ちょっとウイルスやばいから。とりあえず。ま、今回ちょっときつそうやな。ほっ。乗らなあかん、乗らなあかん。乗ろ。乗れ。乗りたい。オッケー、行った行った、向こう行った。逮捕撃つぜ。ここや、ここで逮捕決めなあかん。ほっ！オッケー！もう一回もう一回もう一回。逮捕逮捕逮捕。おお！いや、くじけぬ心で行こう。ほっ！ほっ、来た来た。よっしゃ来た。よっしゃよっしゃよっしゃ。ほっ！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 やばい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 。これやべえわ。よっしゃ、隠れよ、この。こう隠れていける。はず。よし。逃げれる、逃げれる、逃げよう、逃げよう。んで、槍食らわして絶対勝てるから。要は槍やねん、槍を食らわせなあかんねん。おーい !2! ワイ 2! よっしゃ、行くぞ。食らいやがれー！よっしゃ、決まった。もうちょ、もうちょ、もうちょ。ん？弾がない！弾がなかったぞ、マジか。あ、来た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 、ここや、ここや。あ、ちゃ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 、見せて見せて。違うん、今。違うんだ、今。ここなんですよ。ここ！スイッチオン！来た！来た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 ！え、それだけ？めっちゃしょぼいんやけど、なんか。てけてけてん。あれ？あ。なるほど。これ撃てるんか、ここから。おお、いいね。どこ行った？発見！よっしゃ！おーっと、危ない。いや、だいたい分かってきたぞ。うん。これ取りまくろ、バリスタの意味。バリスタの弾取りまくろ、これ。もうちょもうちょもうちょ。よっしゃ。もうちょ。あかんあかん、来てもだ、来てもだ、来てもだ。敵来てもだよ。回復。おーい、回復。もう！マジか。やばいやばい、追い詰められた、追い詰められた。あかん！おー、きつい。きつい、きつい、きつい。これきついぞ。きついぞ、これ。あかん。こいつ攻撃結構強いからな。いや、でも大体分かってきた。バリスタの弾は持てるってことが分かった、まず。だから持っていこう。でも一応まあ武器、あ、武器はまあどっちでもいいやけど、磨いとくか一応。で、肉を食うべし。肉を食らうべし。まあ、あの槍、でも強いはずやから。まあこれはでも。ほっ！ほっ！へいっ！あー、またこれ食らった！ほっ！もうちょっ！よっしゃー！よし。弾をゲットゲットゲット。あ、これ逃げなあかん、これ逃げなあかん。ほっ！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 おー！待て待て待て！
あ、行った。思った以上に早く行ったぞ。よかった。よかった。危ねえ。よくわからんけど、バリスタが聞いとったんかな？ん？危なかった。ふぅ。まあ、ルールがわかればそんなに、あれやったけど。うん。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。まあ、大砲何発か食らしたんだ、バリスタで行ったんやろな、多分。あと、あの、やりが思ったように聞いたんかもな。で、こいつなんなんやろ。やたらかっこいいやつやったけど。よーし。いやー、まさかこんな戦闘あると思わんかったな、激しい。Get to the line! いいね。え？また？いや、来たわ。助けてくれる。おーい、来たー。来た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 。ヒットハンター来たぞ。多分これヒットハンターやな。ちゃうんかな。ですよね、ヒットハンターですよね。かっこいい登場の仕方するな。お。ふぅ。よかった。もうあれ以上戦闘はちょっときつかったからな。オッケー。みんな、コロニー入れ。捕まっていろ。てけてんてんてんてけてんてん。おー、のどかな感じやな。次は海の家みたいなところか。いいね。のどかなとこええな、こういう。マグマのとこよりはこっちの方がまあええかな。おー、しかもええ感じの場所が拠点になっとるな。お、いいな、ここ。このマップええな。お！おう、ふう、みんな無事のだな。チコ村の村長。ほうほう。アイリューちゃんしかいない小さな村なのよ。覚えてるか、あの瞬間、奴に耐えたらかました無茶な船がいたの。俺たちはあの無茶な船のおかげで、奴の最後の血をクラウドに進んだんだ。お言葉ですが、書記官殿、無茶というのは訂正していただきたい。ほうほう。あいつ名前なんて言うのかっこよかったな。そこそこ。黒食竜、ゴアマガラ。なんともかっこいい名前やな。ゴアマガラ。ええな。前って多分だいぶ先の敵やろな。シナトラ、高い高い山の上にあるのよ。あ、またこれ村ちゃうんか、これ。ほう。ポカポカと。なるほど。まあ、とりあえず全員話していこう。お！臆病なオトマイル。お、これ仲間入るんちゃう？これもしかして。おう！え？くそ。でもあいつ仲間入りそうやな、臆病なオトマイル。大事。お、マジで？こいつ、回復薬売っとって。お、やばこいつ、回復薬普通に売っとるやん。マジか。ええな。じゃあ、あと蜂蜜ぐらいか。これいるな、とりあえず。よし、これでじゃあ回復薬と薬草は、あれやわ。もうオッケーやわ。オッケー。いいね。じゃあ、とまあ、蜂蜜ぐらいか。よし、まあまあ、ええわ。で、こっちかな。てってんてん。お、リリン商人。ほう。重火油。重火油ね。素材交換する。おー、めっちゃ増えとるやん。ほう。まあ、いらんな。まあ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 、増えとるけど。まあ、いらんかな。ミラビタの依頼納品？納品可能。あ、なるほど。ほう。納品しとこうじゃ。オッケー。よし。あ、これでなんかできるようになるんか。なるほどね。ちゃうちゃう。納品。納品。栄養満点ミルク。乳製品のレベルがアップする。ケルビの角あと3つ。うわ、これ行きたいな。おー、これちょっと、ケルビの角取り、行くべきやな。食事アップは絶対でかいからな。うん。まあ絶対そこは行こう。で、次どこに、あれやったっけ。なんかこっち行けって言ったな、確か。あー、ポカポカと。まあ次行くか、じゃあ。はい、というわけで一旦じゃあ、とりあえず終わって、次このポカポカと、行ってみたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。